エンジョイパチンコライフ。あれさ、はい、試し打ちしてたら出ちゃったみたいな。はい、やっぱそこは持ってるんですよ、これを。これがあるんで。あ、はい、そう、これっての映らないからさ、はい、これだってこれ、これだと思う。いやいやいや、そんなことはないですよ、はい、そんなことはないんだけども、いくつだっけ、1万7000ちょいぐらいだよね、7600ちょいぐらいだと思うんですね。そうだよね、はい、ちょいぐらいだよね、はい、今パチンコ現状で抜かされてないんだったらね、明日ねスロットやろうかなと思ってるんですよ。ほう、うん。というのも、なんかね、聞くところによるとね、明日行くそのミッドガーデンっていうところって、はい、あの PS 併設店なんだけど、PS 併設店ってパチンコもスロットもある併設店なんだけども、はい、周りがなんかね、スロットの競合店が多いらしいんだよね。スロ線があったりとか、あの他にもある店舗でもあのスロットに力入れてるとか、はい、そういう感じだったりするらしいので、うん、だとすると、スロットと激戦区なんだったらスロット打ってみようかなとはちょっと思ってます。スロットの一撃を狙ってみようかなとは思ってますよ、はい、期待しております。頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。頑張ります、頑張ります、頑張りますけどないです。うん、ザ・イクサ、ルールを説明します。実戦時間は5時間、投資上限は無制限、パチンコ、パチスロどちらでも OK な自由な立ち回り、プレイヤーは1日の最高出玉で競い合ってもらいます。勝者には金一封を贈呈します。綺麗な店だね、これね。最近リニューアルされたと。でね、でね、バジやろうよ、バジ、せっかくだから。ね、前日の方が出てて、前々日が出てて、前日が出てて、いい橋じゃなくて違う気がした。ちょっとここにします。とりあえずは、とりあえず打ってみましょうか。ザ・イクサ、まず朝一番スロット行ってみました。前回ですね、僕パチンコで出してるんで、パチンコもいいかなと思ったんですけども、まあ朝一の得点があるね、スロットで行った方がね、ここはいいかなと。確実に出玉を伸ばしていきたいなと。で、今もう全国的にね大人気ですからね、バジリスク、これにしてみました。朝一さ、並んだら結構早かったんだよ、並んだのすぐ取られて、あれよあれよという間にこれ取った方がいいんだけど、もう他の台移動できないような状況になっちゃって。ただね、後ろにバジリスク2があるんですね。で、今回のこの絆ちょこっと打ってみて、少しバジでは攻めてみたいなとは思ってます。まあどうにでもなるか、バジだからね。
とさ AT のフローって1に近いからさ、結局バジリスクチャンスから AT 行かなかったらダメだよね。さあ今チャンスリプレート、今回の何がいいってさ、これで当たるからいいよね。お前絶対当たらないんだもんということで、朝石のチャンスリプレイでバジリスクチャンスと。はあ、どれでしょうか。とりあえずこれ1回目のところでベルで告知があったりすると高設定って可能性がね高くなるっていうことなんだけども、出たことないよなの。まあ一応は源之助でいきましょう。あ、ダメだ。そんなもんだよね。おう、到着。これはまたチャンス当選してくれると。一応降格以上。お、素晴らしい素晴らしい。お、これがバジリスクよ結構知らない人多いんだけど、蛇だからね、蛇の神様がバジリスクだよね。源之助でいこう。おお、来た来た、チャンス、はあ、危ない。僕まだ開始50枚も使ってない。幸先がいいですね。続けばいいですね。なんか単発っぽい？でもないね。まだまだ。スバゼリアだと思うね。だよね。
よし、首の皮は1枚でつながった。ただそんな続かない気がすんな。これいいね。おう、やった。帰国収集。よし、3連チャンネル。4連チャンネルです。あ、そっか、バジルスチャンスだもんね。まあ、とりあえず今青頭が2回赤位置で、青の方が比率が高い。ダメなパターンだ。451枚。まあけど年がないからね、ほとんどね、いいと思います。とりあえず、50枚で出た、50枚も使ってないので出た朝一の出玉飲まれました。まあ全く通常状態をですね回せていない状態ですから、朝一もそんな立ってないですね。追加投資してみたいと思います。まあ次で引いて入らなかったらやめよ。おい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 、大丈夫か。いやいや500で500天井です。
まりなかなか当てにならないもんだよねこれってね。さあこれで入らなかったらもうやめようと思っていますけども、うっそ、お結構減った、ね、もうしばらく打てる、なんかギリギリのとこだった当面の目標の400枚はね、目標を引く400枚なかったか。行かなかった。ちょっと届かないね。朝一ね展開良かったんだけどもね、とりあえず天井まで引っ張った割にはまだ少し回収ができたので怖いんで流します。本当に今日は負けたくないで、ここのお店ってパーソナルなのね、パーソナル分かる、パーソナルで、ここね横にあるところにだってメダルを流してきて、これはあんまないんだよね、パチンコとかスロットにはこういう拡大係数機ってあるんだけども、こういうパーソナルシステムってねなかなかないんですよ。だからさ、見えるのが楽しくて、本当これ一回ねやってみたらいいと思う。でこうやって計測が終わったらここに枚数が出るんですよね。で持ちメダルが今348枚と。でね、なんでやめるかといったら、もう全然答えは出てないんです、結果は出てないんですけども、なんかバジの方が前のバジの方がいいんじゃないの、
ートと思います。まあ実際今ちょっと空き台が少ないので店内見てみましょうか ね。負けないようでは今日ザ・イクサフリーホのバジに来ました。多いんですよというのもね、バジリスクの絆と前のバジ、これが対面同士になっているホースさんがすごく多くて、ここもそうなんです。でちょっとね、そのさっき絆打ってた時に後ろで見てたんですけども、絆もね悪くないんだけども、こっちの古い方がいいんじゃないかなと、朝一の立ち上がりとか見て、でとりあえずはこの台取ってみました。まあぶっちゃけ総回転数ほとんどないからね、もう何とも言えないですけど、やっぱね、なんかバジリスクチャンスからのねバジリスクタイムって、もうこっち打ち慣れてるとなんかまどろっこしいよね、やっぱね。一番最初のバジリスクがそうだったからさ、ダメっていうわけじゃないんだろうけど、海岸行かない、メンキを倒せ、海岸か、海岸チャレンジ、何しようかね、行く道を選べ、まあまどろこしいからこれで行こうか勝負、シューンね、いいんですよこれで本当これでいいんです。隣に移動します。隣が朝一がかかってた台空いたんですよ。今特に何も演出的にもチャンスはないので、すいません移動します。海岸どうしようか、海岸チャレンジどうしようかな、行く道を選べ、じゃあね、勝負にするとさすぐじゃない、尺がじゃあ安定にしましょう。あ、いや、安定でしょう。安定。だってこのバジリスク2に移動したから僕ほとんど喋ってないもんね。もうこれと言ったら何もなかったからさ。山の雨。ダメだな。狙うのさ、狙うのさ。実質ラストチャンスじゃない？
あー次から一撃で何とかおお、さすがにね、さすがにこれはやっとだよ。しかし前兆が長い。引っ張られたね。これ当たらなかったらさ、あわよくこのバジリスク2を打っているシーンがオールカットっていう可能性もあったわけだよね。よかった。だよね。なんかやっぱこっちの方が面白い。すみません、なんかそんなこと言っちゃ悪い、ダメなんだろうけど、絆より2の方が面白いよ。こっちの方がさ、なはっきりしてるじゃない。うん。なんかまともなリアクションが取れました。もう一回いる？いらないね。いやー、あざす。素晴らしい。
まあまあね、下皿がいっぱいです。早いな、やっぱ増え方が。あっちってほんと 2.8 枚あんのかね。なんか体感的にないんだよね。何気に危ないんだよね。まあ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 いいんじゃないですか。一応ね、初当たりはそんな悪くないんですね。ちょっとハマりはあったものの、その前が、結構朝一でまず引っかかってるのと、その後に1回初当たりは入ってるのかな、1回2回入ってるのかな。でその状態で僕打ってるんで、どうだろう、もうちょっと様子見てみたいと思います。結局高設定でもね、さっきみたいなハマりあるもんね、引き次第だからさ。快感か？じゃあさっきの強調はダメだったってことだ。なんだよ、ちょっと期待してたの。もう勝負でいい。勝負でいいよ、もうね。この方がね、手取り早い。なんとかちょっと危ないもんね。ちゃんと乗せておかないと。
ちゃん目。あれあ、そっか、それで終わりだそうかそうか、そうだよね。ザ・イクサ、まあもうバジの絆はこんな感じですよ。もう空き台が出たらすぐ埋まるような感じで、このバジの後ろにあるのがバジ2で、あの バジの絆の後ろにあるのがバジ2で、今僕が打ってるんですけども、ちょっと人だらなくしたんで店内見て回りましょう。ここは開かないよね、なかなかね。で結構広いんですよね、なんかね、もう一番最初に入り口の近くにあるバジを取ってしまったんで、あんまりゆっくりと中を見る機会がなかったんだけど、 AKB とかもすごい台数あるんだよね。あとはまあやっぱりね、新潟はジャグラーよりもどちらかといったらやっぱ花々なんだよね。ね、この関東では考えられない稼働ねえ、あ、結構ボーナスついてんだなみんな。まあこれだけ台数あればね、まあ空き台もちらほらっていう感じはあるんですけども、それでもすごいよねこれね、やっぱ地域柄なんだろうな。めぼしいところはそんなもんかな。そうするとパチンコ行ってみようか。パチンコ、ここが沖海、まあ沖海はもうそうだよね、すごいもんね。これミドルタイプでもこれだけお客さんいるもん。結構ねダメなところはダメなんですよミドルタイプ、もうアマデジの方に移っちゃったりとか、あとアクアが出たからそっち行く人も多いしね。おールパンにすればよかったかな見てルパン人気あるからね、もともとがね。だけど結構なんか黄色いものがいっぱいありましたねけどルパン打ちたいな通れないじゃないか。さあおじいちゃん頑張ってすり抜けてきましたけど、それぐらいこう通路は広いのに出玉があるから狭くなってしまうというね。ザ・イクサ、若干なんかこう微妙な静けさが、キョウチェね、そろそろちょっと食いとどまってほしいな。これいけるかな、ね、うい、いやいやいや、さらばじゃ腰で危なー、結構ちょっと引っ張られた、418までいってるんだ、危なこの日が参ってきた。
源之助の攻撃のスバーゼリア以降危ねえ、これで終わったらやばかった ね。今多分トータル的に多分マイナスなのかな、少しね。224枚かー、きついな。てか続かないね。まさかのプッシュボタン、なんだっけ、花火柄だよね。あんま花火に見えないんだもん。あ、だだだだだだ、さあラスト、ラスト50枚、これ50枚飲まれたら、さっきの今まで出た出玉、マジ2で出した出玉全部飲まれるという、ずる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 とこうした減ってるんだよね今ね。こんなんです。もうやっぱダメね、もう打たないものは打っちゃダメだ。ほとんど今パチンコだからさ、スロットを触らないの、もう今スロットが苦手なんです僕、スロット苦手意識があって、とりあえずプライベートでパチンコ打ってるからやっぱパチンコにすればよかったのかなとは思ってるけども、まあしょうがないよね。まあ今日はバジリスクすごいしっくりと堪能できたんで、もう多分向こう半年ぐらいは打たなくても十分だと思います。お腹いっぱいですから。ザ・イクサ、結局自分の記録を抜かせませんでした。スロットはね、時間があればおそらくいけるんじゃないかなと思ったんですけども、ちょっとそのままスロットでダラダラとやってしまったのがダメだったのかなという気もします。今瞬発力だけ考えればね、やっぱりパチンコの方が一撃性はありますもんね。だから、まあ、こういった番組の特性上制限時間が設けられてますから、それを踏まえたらね、ちょっとあとそうね2時間前3時間前それぐらいに違ったアクションでね起こすべきだったのかなと思ってます。それともう一つ、ここね稼働が良すぎる、うん、やっぱね朝、あれだけ埋まるとは思わなかったんでまだ本当バジリスクの2の方ね、前の方が少し空き台があって、でなおかつ対面だったから僕座ってたところがね、絆でちょこっと朝打っている人たちを見てたんですよ。
後ろ向きながらねカメラ無視してだからそれだからある程度のそのなんつうのかな、あ今日はマジで行こうかなって思えた部分もあったんですけども、立ち回りって難しいねやっぱ ね、まあ、なのでこの店内なかなか稼働のいい状況でこう朝一つかめなかったらね、しっかりと違う立ち回り方で、どんどんと気持ちを入れ替えて出玉出していかないとダメなんだなと反省しました、はい。まあ、まだ、機会あるみたいなので自分の記録を抜きたいです。